さあやっていきましょう。黒猫6周年感謝の祭で100円無料ガチャにかこつけて、自分が淡々とこの無料10連をやっていくシリーズの第4弾でございます。第4夜10連ここまで3回やってきたんで40連目ですね。いやー、ここまで当たりらしい当たりは後やと小紅しかないけど、まあまあ気にせず行こうや。いきます。これ押しちゃったらもうこのもう前も言ったな、前回も言ったな、このまま行きます。これで行きます。これで行きましょう。さあ今回は当たりがあるのかないのか、当たりはどこら辺を当たりにしていくのか。これは全部外れの可能性あるね。いやまあ、お、あれ昔のあのウィズセレに入ってたやつなんだよ。おい、いや、誰だっけこの人、ヘルミーナ、ヘルミーナって俺持ってない気がするけど、けどまあ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 当たりはいないねこの中。いやいや、当たりはいないとは言えない、言えないけどもさ、なミオだ、そうだ、突撃、これなんて読むのかな、こいつこの字いつもなんて読むのか分かんない。市場？液状？わからんわな。これはね、当時の、ウィズセレ声優でですね、めちゃくちゃ使いにくい割に、けど威力高いみたいな。ね。この、3色でダメージがめっちゃ上がるみたいなの、使いにくいんだよ。でも、まあ、そういうやつしたり。これ、バルザインだな。有名なバルザインだな。使い道がわからないバルザイン、ちなみに持ってます。L にしてます。L にしたけど、やっぱり使いにくいなっていう。ヘルミーナが2体に、おー、レイカ。レイカ。なぜか、ウィズにかなり貴重な漢字キャラ。普通に初めから漢字っていう。割と使いやすいですよ。そう、サギリだな。これも初期の方ではかなりこう、猛威を振るってて、当初期、最初期のウィズではこの、パネ編自体が非常に数が少なくて、まあその中で貴重なサギリだけど、妖精なんだよ、これ実はね。で、まあ、コーヒーね。非変化。これも10、11、10で、白亜。白亜は、まあ、初期にはテスタメントあたりと、まあ、しのぎを削ってたと思うけど、まあ、後には割と起用されてはいるような気がするけどね。まあ、起用っていうか、まあ、なんか、その後のイベントとかの声優とかになってない。声優って言ったら声優になってる。よくわかんない。バルブロって誰だ？まあ、ただ、外れなことは間違いないな。外れなことは間違いない。さあ、ほいで、今日はね、もう一個、今回新たにできるようになった、今回新たに、まあ、フィフスアニバーサリーガチャの方を回してみようかと思う。まあ、回すだけ回していいかな。結構、やっぱ久しぶりにやったおかげでクリスタルがダブついてるので、ここから一つ解放してみましょう、回してみましょう。欲しいのは、まあ、どれが欲しいとかで言うんであれば、ミコトが欲しいけど、ミコトたち3人が欲しいけど、まあ、性能とかは気にせず、欲しいのが来ればいいな、みたいな。お、これは、当たりの気配が。フィフスアニバーサリーをシックススアニバーサリーで引くのもどうかと思うけどな。まあ、そこそこ当たりの連中が、お、プリ、ファムとフェルチ、当たりだ、当たりだが、いやー、これは使いにくいだろう、きっと。平井の回復2色以上でさらに回復、2色以上できるか、まあ、2色変換のやつらが言えば、2色にする変換、うわ、チェインとスキルチャージの効果。へえ、すごいね。すごいけど。すごいけど、これは運用難しい。
運用難しいでしょ、これは。と、これはね、ディートリとロービーだね。ロービー、ちょっと、まあ、これもあれだな。そういうやついたなって感じだな。持ってるけどね。持ってるけど、なんか、もっと軍服着てたから、この格好されると、これあれロービーかみたいな感じがする。ね、あんま特徴ないからね。特徴という、特徴らしい特徴がないのが特徴みたいな。じゃあ、性能見よう、性能ね。味方 HP の 10% を使い、敵単体へダメージアップという一番使いにくいタイプのやつ。ただし、魔導杯では輝く。で、デッキ内の、種、火、吹、水の精霊の AS の攻撃倍率をアップする。同属性の精霊が多いほど倍率が上昇する。どういう感じなんだろうね。あとなんか、こう、敵が起こる条件を見破るっていうのは、これはなんか、その当時の流行りなのかな。フィフスアニバーサリーの流行りなのかな。確かミコトだけ欲しくて、ミコトのやつの潜在能力を見たときにも確か入ってたような気がする。ワノ国カミング。ワノ国カミングね、入ってるよね。この当時の流行りなのかな。当時と言ってる。でもこの、フィフスとか、そういうやつらってさ、シックススとかフィフスとか、二人組だったりするから、そこがちょっとあんまり好きじゃない。個人的には、やっぱ一つのカードに一人のキャラの方がいいな。なんかまとまってると、まあ絵としてはいいんだけど、それを使ってるっていう感じがしなくて、なんかわちゃわちゃしちゃってっていう感じが。っていうことで、まあ今日は、っていうことでって言ったけど、全然っていうことで繋がってないな。今日はね、まあ特にやることもないので、鈍化クエストタワーをやっていこうかな。これをやっていこうかな。まあ最初もやったけど、これ何なのかよく分かってなかったけど、まあまあ話し話していこうか。ミコト連れていくぞ。ミコトと、うお、電池が。速さが欲しいから。速さが欲しいから。ここかな？これかな？よし。ここで行こう。あ、でもさっきは見事がおかしいか。このドンガクエストタワーっていうのは、まあ、調べてみたら、その押し出しのところのこの辺のあのボタンを押したら、要はこれはアンサースキルが発動までにちょっと時間のかかる、あれらしい。フィールドホストわかるらしいよ。で、スペシャルスキルの発動に必要な回答数がちょっと増えるみたいな感じらしいです。ただ、回答速度は、長くなるから解きやすいみたいなことらしいっす。らしいっす。いきますよ。ナイスだ。さすがミコト。大きく、高校野球。大きく振りかぶっててさ、言うほど高校野球かって思うんだけどさ。出てる連中、中学生みたいやん、みたいな。わい！てか、今倒せんかったんだな。ミコトの SS を使ったにもかかわらず倒せん。お相手しましょう。あと何ターンかかる？ねえ、このスペシャルスキルの発動まで時間がかかるようになってるんで、それが鈍化タワーというものみたいです。うん。メスはエルザベスじゃないですか。だから、アンサースキルで戦っていこうという。そういうことでございますね。3ターン。9問正解はもう不可能だから、これを使っていく。エンコード。エンコード。今回はこれをクリアするから。クリアしていくから。しかし、ウィズの動画は伸びますね。生ゴミ。生ゴム。伸びますね。見る人が結構いるっていうことですね。
見られてる可能性があるという気持ちで実況していかなくちゃいけないなという気持ちではあるんですけれど、まあね、スタンスとしてそんななんかこう、シャチホコばったからと言って面白くなるものでもないので、まあやっぱり、案の定、スマホをこう、上の、ひっくり返って仰向けでやっております。だからこうやってダラダラベッドに寝転んでやってるようなのが上がってるということですね。普段は、おっとわからん、小説家か。村上春樹は漫画家じゃねえし。そういうことだ。これ全然ターン数無理だね。ダブル朝のかな？普段ね、普段パソコンに座って、アマレコを起動して、ドリームキャストを起動して、マイクに向かって話してるようなやつが全く一向に伸びずにだな。ベッドにダラダラさ、ベッドに寝っ転がってダラダラやってるようなやつが伸びるのは、いささかちょっとこう、どうだろうって思うところもあるんだけど、まあ、でも、ね。まあでもそういうのもあってもいいのかもしれない。何も目立つに戦う、柔道。アンサースキルは発動できるのにね。さあ、何ターンですかね。9ターンになった。8は無理っす。無理だった？ダメか。ほなまた。